チワワ限定300で残りあと6個残り6個あと1は6個しかありません。もうこれ売り切れたらもう追加は取れる。今シーズンはありません。来シーズンどうなるかは分かりません。もうちょっと待って、もうちょっと間もなく喋り始めますので、もうちょっと。はい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ようこそ歌舞伎カフェ名古屋座へ。名古屋三三郎一座座長の三三郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、大きな拍手をありがとうございます。はい、はい、そして私がですね、名古屋三之助です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すまないね、なんか催促したみたいな。しましたね、催促したね。したね。しましたね。はい、本日は8月14日日曜日。はい、いやー、今日もね、非常に商店街は賑やかなシャッターがですね、たくさん閉まっております。閉まっております。賑やかに閉まっております。賑やかにガーッと閉まっております。いやー、日曜日、今お盆だからね。そうですね。ほとんどのお店も全部閉まってるもんね。うん、本当にびっくりしちゃう、これは。あの、ね、外出た瞬間に今日は一段と人がいないなと思ってちょっとびっくりしたよね。はい、まさかここまで人がいないとはと思って。ほんと数店舗しか空いてないですね。それでもね、まあ、うちにはね、これだけたくさんの人が、はい、ありがたい限りですね。ありがとうございます。今あれだよね、お盆だから、まあ、いろんなところでお祭りもやってるしね。そうですね。今日なんか、今日じゃねえや、なんだっけ、名古屋城でもこの間はあの宵祭りだったっけ。はいはい、今日までじゃないですか。今日までやってるんだね。はい、うん、このね、歌舞伎カフェ名古屋座もサマータイムということで、今の時間からやるとね、あの夜にはここ見てからお祭り行ったりとか、まあ、できるそうですね。あのぜひこの円筒寺商店街、今日はねちょっとお店があんまり空いてるお店が少ないから、うん、まあどっかね、あの近くでいうと名古屋城が一番近いのかな。名古屋城近いですね。ちょうどだって、はい、あの名古屋駅から名古屋城までの半分ぐらいですかね。ちょうど間ぐらいだからね、うん、歩いて行けちゃう。多分15分ぐらいで行ける距離感、はい、ぜひ遊びに行ってみてください、うん、ということで、まあでね、今日も暑いからさ、はい、あのもしね、あの今暑いよという方がいらっしゃいましたら、あのエアコンの温度は下げませんので、はい、こちらでうちをご購入いただきたいと思います、はい、ね、あとうちは6本あと6本しかないんだよね、300って言ってあと6本しかないんだね。6本しかないんで ね、もしよかったらもう追加ではあの作んない予定なので、はい、あのまあね、今のうちにご購入いただければ、あの涼しく感激していただけると思います。いいんですよ、いいんですよ、手持ちの扇子で仰いでいただいても全然大丈夫。気になさらない、気になさらない、気になさらないで、ただうちわが売ってますよということだけお伝えしておきますね。そうそう、お伝えしておきますね。はい、あの冷たい飲み物もいろいろご用意してますので、ぜひドリンクチケットまだお持ちの方はですね、ぜひあちらのドリンクを、はい、後ろでもらってください。はい、交換してくださいということで、はい、まあね、あのこれからお見せする名古屋歌舞伎について、はい、じゃあね、楽しみ方っていうのを少しお話しさせていただきたいと思いますので、どうぞ少しお付き合いをいただきたいと思います。はい、まずですね、お手元に白い小さい塊が持ってますか。お持ちかと思います。白いやつ3つずつあると思います。はい、はい、それはね、あのアメちゃんです。どうぞ開けて食べてください。ちゃう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 な。おやつあげたわけじゃないやん。残念ながらこれおやつじゃないんです、はい、それはね、おひねりなんですね。そうなんです。はい、あのおひねりでご存知ですか。あの小銭をね、紙にキュッとくるんで、役者がこう舞台でバッと決まった時に、うん、こうパッとね、投げるやつですね。気持ちとともに投げるってやつがあるんですけども、あのね、そういうのが昔から日本の文化でね、芸能文化にはあるんです、はい、おひねりを投げるっていうのがね、まあ、今ではね、なかなか名古屋のこう普通の劇場ではやっちゃいけないことなんです、うん、です、舞台に向かって物を投げるとか、うん、そんなことしたらすぐあの追い出されちゃう、怒られるんですよ、怒られちゃいますので、あの他の劇場ではやっちゃダメですよ。ただこの名古屋座ではその文化を体感していただこうと思いまして、こちらでおひねりをご用意しました。はい、その小さい白いおひねりをね、3つ、こちらから無料でお貸し出ししてますので、もしね、あの心がグッと動いた時に、うん、投げてもらいたいです。いただきたいと思います。中身お金じゃないんでね。そう、お金じゃないんですよ、はい、あのお金だとね、この距離でやってますので、お金だと当たると痛いんですね、はい、当たると痛いし、なおかつ後ろのお客さんがガッと投げるとね、大体前の人の、ね、背中や後頭部にバチバチ当たりますので、うん、怪我になっちゃうといけないので、はい、当たっても痛くない、怪我をしないものを、入れておひねりを自作いたしました、うん、はい、ぜひそちらをバンバン投げてください。小銭はね、
投げちゃうと危ないんで、もしだったらあれですよ、紙のおひねりだったら大丈夫ですからね、うん、紙のおひねりだったら大丈夫ですよ、うん、投げていただいても大丈夫ですよ、うん、はい、うん、ね、札投げてくれってことやな、しこれはください、いやいやいや、紙だったら大丈夫だよということだけお伝えしておきますね、はい、ただですね、うん、そのおひねり3つしかないんですね、はい、3つしかないんですよ、なのであちらをご覧ください、あちらガチャガチャがございますね、名古屋座独自のシステムといたしまして、はい、おひねりガチャというものをご用意いたしました。あのおひねりガチャをですね、1回500円でガチャと回していただきますと、中から黄金のおひねりが2つ、さらにおまけで缶バッジが1つついてきます。なんと、おひねりを追加購入していただいて、それを投げていただきたいと思います、はい、まさにですね、おひねりのシステム、そうなんです、あれが役者にね還元されるっていうね、本当にまさにおひねりという形になってます、はい、もうね、そのガチャと回していただいて500円がそのまま役者のところに進んでいますので、本当にね、今日の晩ご飯のおかずが1品増えるか減るかはお客さんのおひねり次第ということでございます。そうです、ね、まあ、我々もね、おひねりもらえるようにしっかりと面白い芸を見せたいなと思いますので、うん、もし、応援したい役者がいたら、その役者に対応するガチャを回していただきたいと思います、うん、あそこね、4種類あるでしょ。そうなんです。左上のガチャガチャが私名古屋三三郎のガチャ、はい、そしてその右に行って、この名古屋三之助のガチャ、左下に行って、あそこのうちの酒屋さんですね、はい、酒屋さんです、ね、はい、あれがね、名古屋三平太というちの一座です、うちの一座の3枚目がいます、はいはい、のガチャ、その右下に行って、このリアクトというね、はい、名古屋を中心に活動されているアクション団体の方がいます、はい、その名古屋歌舞伎にねご協力いただいているリアクトさんのガチャ、この4種類ございますので、気に入った役者団体がいらっしゃいましたら、そのガチャをねガッと回していただきたいと思います、はい、はい、まあ、おひねりね投げていただきたいと、はい、お願いしましたけれども、ね、はい、おひねり投げる言うてもね、それも、まあ、皆さん初めてのことですし、さらにはですね、こう何も言わずに無言で投げてもね、ちょっとどういう状況かっていうと辛い状況になると思うんです、ね、ちょっと一回やってみようか、一回やってみましょうか、無言で1個投げてみてください、一回、じゃあ前のお姉さん白いの持ってます、あ、持ってません、持ってません、じゃあ持ってないわけない、じゃあこうなった、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 あれ、まあ、見ました、一回やってもらっていいですか、僕、あっ、こうなるから危ないでしょ、そうなんでしょ、俺らもすごい切ない気持ちになるし、お客様に投げた後の申し訳ない気持ちになっちゃうので、おひねり投げるのと同時にやっていただきたいことがあります。それをですね、はいはい、大向こうというんですね、大向こう、大向こうご存知ですか、歌舞伎なんか見たことある人は分かるかもしれませんが、役者が出てきた時によっ待ってましたとかさ、うん、中村屋よ日本一、ね、そういう声をかける舞台に向かって声をかける、あれをね大向こうって言うんですよ、はい、あれをね応援の気持ちを声に出しても今回役者に向かって叫んじゃっていいんですよ、そうなんです、ね、それを大向こうぜひ一緒にそれをやっていただきたいんです、うん、が、大向こうってねいろいろ実は細かいルールがございまして、はい、ね、実は男性しか行っちゃいけないとかね、うん、一番後ろの客席の人しか行っちゃいけないとか、いろんな細かいルールがあるんですが、この名古屋座ではですね全て無視してください、はい、そのルールにのっとってしまうとね、ほとんどのお客さんが言えなくなってしまいますので、はい、今日言えるとしたらあちらとあちらの男性の方だけだからね、まあ、でもこの席は高いですからね、そう前と後ろ行かないですからね、とかね、そういういろんな細かいルールは全部無視して、どなたでも好きなタイミングで好きな言葉をおっしゃっていただいて大丈夫です、うん、例えばもう面白くなかったら面白くないって言っても大丈夫だし、なんだそれでも全然何でもいいです、ね、かっこよかったらかっこいい面白いって素直に言ってもらっても大丈夫です、うん、ね、なのでぜひ、自分でね大向こう気持ちが動いた時にグッと声を出していただきたいと思います、はい、いいですよ全然、ね、ただね、まあ、いきなり大声を出して応援してくださいって言ってもね、なかなかやってくんないんだよね、いきなりね、朝一やしね、なもん初めてやし、ちょっとできんやろってなって思うんです、ね、周り知らない人ばっかりだしね、はい、なので、ちょっとね、練習をしたいと思います、はい、ぜひ皆さんお付き合いください、練習しましょう、今から声出しますから、ね、みんなでやってみましょう、声出します、声出してね、投げると楽しくなるから、はい、楽しくなるための練習をしましょう、はい、ということで、ちょっと今から声を出しますので、ちゃんと見てますからね、やってなかったら俺すぐ分かりますからね、ね、ぜひ一緒にやってくださいね、はい、じゃあね、大向こう何を叫ぶかって何でもいいんですよ、うん、例えば野望を叫んでもいい、ここもね名古屋座なので、まあ、名古屋座って言いましょう、はい、練習は名古屋座でいきましょう、はい、本番は別に何言ってもらって大丈夫、練習で名古屋座って言ってますね、じゃあまずいきなり大きな声出すのは無理なので段階を踏んでいきます、はい、じゃあまず、ステップ1
はい、猫背になってください。猫背、猫背でね、下うつむいてください。もうこっち見なくて大丈夫です。でね、家で一人でいる時みたいにボソッとつぶやいてください。いいですか、名古屋座って。力抜いてね、いきますよ、せーの、名古屋座。いいですね素晴らしいですね、寝起き感すごかったです。いいよこの感じ。まだね10時24分なんですね、テンションわからんわ。聞いてない方もいるかもしれません、はい、ね、でもいいですね、声出してくれたから。いいもうね、声を出すのがまず最初のきっかけだからね、うん、ぜひもうそこからどんどんステップアップしていけばいい、うん、だからじゃあもうね、ここから早速ステップ2行きましょう。行きましょう。今言ってもらったような姿勢で大きさで大丈夫です。一番最後に小さい2だけつけてみてください。小さい2でつけるとね、体にキュッと力が入るんですよ。キュッと力が入るとどうなるか、はいはい、ちょっとやってみますから、ね、やってみましょうか。ちょっとね、やってみるよ、せーの、名古屋座。あれあれ、肩が動いちゃう。なんや、楽しくなった。楽しくなってくる。急に楽しくなりましたよ。体にキュッと力が入るとね、うん、こう血流が良くなって、ね、楽しくなってくるから。皆さんもなると思いますよ。なると思いますよ、はい、やってみましょうか。一番最後に小さい2でキュッと引っ掛けるんですよ、はい、ちっちゃい2。いいですか。みんな多分ちゃんと全員肩上がるはずですので、はい、見てますからね。いきますよ、せーの、名古屋座。いいですね。お、今日結構ちょっと一発でやってくれる。あら、いいね。いいですね。ね、具体的に体をぐっと動かすことによって楽しくなってきますので、うん、もうね、それができればもうあと簡単です、はい、あとちょっとこう大きくするだけだから。じゃあもう最後の段階、ステップ3いきましょう。皆さん、はい、右手を貸してください。右手を出して、右手を口の横に当ててください。で、ね、右斜め上を向いて、斜め上、アホの顔をしてください。アホの顔してください。アホの顔です。もうアホの顔、アホの顔です。アホの顔、はい、今日皆さんちゃんとすごいすぐアホの顔、ね、あ、結構いい感じにアホの顔だった、ね、今日みんなすぐアホの顔できる、割といいですねありがとうございます。今日早いわじゃあね、そのままアホの顔のまんま名古屋座ってちょっと声のトーン1個上げて、一番最後小さい気を忘れずにね、いきますよ、せーの、名古屋座。あ、いいですね。今日皆さん声出るね。もう一回やってみようか、うん、せーの、名古屋座。いいね、ありがとうございます。ね、もうどんどん声をね大きくしていくことによって、はい、もうテンションが上がってきます。おいおい、もうね、じっとこうやって見てるだけじゃつまらないからね、はい、おひねりを投げながら大向こうを叫びながらですね、うん、楽しんでいただきたいなと思います、はい、そうですね。もちろんね、今の言葉名古屋座じゃなくてもいいですからね。いいお好きな言葉本当に言ってください。はい、もう俺らの例えばね、名前を呼んでもらってもいいです。あのね、俺名古屋三座風呂なので、三座って言ってくれればいいです、ね、うん、で、小野三之助はもう三助って言ってくれる。三助ね、で、うちの三枚目の三ペタが出てきたらペタって言ってあげてください、うん、そうするとね、俺らはグッと締まるから、そう、ぜひね、うん、こう叫びながら言っていただきたいなと思います。はい、まあ、ただね、1個だけ注意点がある。ほいほい、1個だけ注意点があるんですよ。ね、大向こうやっていただくのはいいんですけど、もしかしたらね、途中で尻すぼみになってしまう人がいるかもしれない。いますね。この間いたんだよね。たまにいますね。この間いたんです。言おうとしてガッて言ってみたものの、誰も他言ってないから尻すぼみになってシュンとなっちゃう人がいる、うん、例えばこうなってたら、まっちゅねってなっちゃうから、もしね、そういう人がいたら助けてあげてください、うん、周りの人がね、本当に俺がね、待ってましたっていうのをちょっと尻すぼみにやるから、ちょっと助けてね、助ける側行きますか。行くよ、待ってました。あ、よかった、言っていいんだってなるでしょ。なるから大丈夫なんです。もうね、皆さん助けてあげてください。助けてあげてね、連帯責任やね、はい、ね、絶対みんなでね、声を出して投げた方が楽しいから、ぜひ今この名古屋座という空間を一緒に楽しんでいただきたいなと思います。はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、またね、オープンまで30分くらい、そう、時間ありますからね、はい、皆さん、お好きなところ出かけてもらって大丈夫です、はい、その際にですね、シートチケットで渡したと思うんで、それを自分の席に置いて貴重品だけ必ず持ってお出かけしていただけると良いかなと。キュッと、キュッと、こう気持ちをキュッと入れて、ね、キュッと入れて、ね、いただけるといいかなと思って、はい、お出かけする際にはですね、ポーっていう小さい茶色の表紙の雑誌が、うん、お配りしたかと思いますが、そちらはですね、遠藤寺書店が発行しているフリーペーパーで、中にね、遠藤寺のマップが載ってます。いろんなお店がね、ちょっと詳細が載ってますので、はい、それ見ながらちょっとね、行くお店決めてもらってもいいだろうし、ただね、はい、今日お盆休みのお店が結構あるの。そうですね、お休みのお店いろいろ多いですけど、はい、ちょいちょいやってますからね。はい、ぜひぜひいろいろ見ながらね、はい、見てください。ここは飲食自由でございます。飲食自由です。
外でね、テイクアウトメニューでもう買ってきてもらったもの持ち込んでもらって全然大丈夫です、はい、その持ち込んだものを食べながらお飲み物はそちらのドリンクカウンターからご利用いただいてですね、はい、あの飲食しながら、まあ、叫んで投げて、うん、食べながら飲みながら叫びながら投げながら楽しんでいただいて笑いながら、はい、泣きながら、はい、ぜひよろしくお願いします、ドキドキしながら、はい、ワクワクしながら、うんうん、ね、ね、感情が重要です、はい、ぜひぜひあのこの名古屋座という舞台楽しんでいただきたいなと思います。これ1個だけ空いてますか、ね、ここ皆さん空いてますよこれ、誰か座る予定のところこれ、うん、ここ何今日なんかあのどっかの大統領でも来るのずっと空けてんのずっと空けてんのえ、いいね、座ったらいいよ、座ったらいい大丈夫だからね。あ、ここ意外と一番ドア玉から俺にとっては重要な席だ、うん、ここすごいいい席やからね、いい席だからね、うん、全然おいでや、じゃあ君、うん、ちょっと前おいでおいで、せっかくやからそこでおいでおいで、いいよ、じゃあお姉さん、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 おいで、お姉さん、おいでおいでもおいで、こっちにこっちにおいでやで、いやでも俺らバッて出てきたときここ見たら寂しいやんだって寂しいでしょいいよ、クリスト。いいよ、お前、おいで、前。ビッチ席もね、前、おいでって。どうぞ、どうぞ。いいよ、うん、いいよ。前座ってね。うん、そんな。びっくりした、誰来んねやろ、ずっと思ってたんだ。誰も来へんから。空いてるけど、新チケット置いてねえんだよな。そう思ってました。ただただ空いてただけだった。はい、空いてただけで、よかったです。空いてただけで、集まってよかった。ね。ね、はい。一番前の席もね、あの後ろの方の席もね、あのぜひ大声を出しながら、はい、よろしくお願いしますということで、はい、まあ、我々は名古屋歌舞伎の準備に入りますので、では皆さん、はい、また後ほどお会いいたしましょう、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。